皆様こんにちは。旅と旬のウォーキングスポットグルメ巡りインゲンです。今回は新宿にやってまいりました。人と集まるときに大変便利ですよね。でもお店は多いし迷うし、どのお店にすればいいの？大丈夫、今回は駅近、行きやすくて迷いにくいお店、おしゃれでデートや女子会に向いているお店、またはがっつり一人で食べたいのか、老舗や誰でも知ってる有名店を選んで話題性と思い出作りにしたいのか、実際の現在の行列人気店など、行き方とざっくりとしたマップ、メニュー、料金付きでご紹介いたします。このチャンネルでは有名店からリーズナブルで美味しいお店まで、行き方を詳しくご紹介いたします。メニュー、お値段も行く前に聞き流すだけで分かるような説明を心がけています。行く前の下調べとして、よければ最後までご覧ください。まず今回は大きく分けて以下の3つのエリアをご紹介いたします。最初に南口のバスタ新宿、ニューマン、高島屋近辺のエリア、続いて西口、ビッグカメラや小田急ハルクの近く、住所でいうと西新宿のエリア、京王デパートさん側、そして赤枠の東口周辺。ここは番地が大きいものから小さいものになるにつれ、新宿三丁目駅へと近くなります。アルタがある東口はもともと三丁目まで歩いても徒歩5分程度なので、心配することはありません。ではまず、新しくて綺麗でおしゃれなお店が多い、南口から分かりやすくて迷わず集まりやすい場所、ニューマンの近くからご紹介いたします。南口、新南口、甲州街道口のどれかに出てください。見えます、バスタ新宿の隣、高速バスの方はここで落ち合いましょう。東口と西口は地上に出るのも大変ですが、南口は新宿駅の中では比較的分かりやすいですよ。こちらが甲州街道口です。南口から出ると横断歩道を渡って正面、高島屋さんのある方向に行くとニューマンビルがあります。こちら右に曲がってください。おしゃれで大人っぽい雰囲気、新南口だと駅と直結、じゃーん、ここは2階の入り口となります。おしゃれっぽい雰囲気ですね。早速入ることといたします。2階入り口脇にはラ・メゾン・ドゥ・ショコラさんが、コンサバナチョコレートはマダムにも人気、今の時期マロングラッセが人気ですよね。どのレストランもカフェもとてもおしゃれな雰囲気が写真からも伝わってきますよね。まずは一つエスカレーターを上って3階に向かいましょう。こちらに大人気のカフェがあるんです。じゃーん、サロンベイク&ディーさん。テーマは美と健康、季節の食材を使用して白砂糖や生クリームの使用が控えめ、見た目からして綺麗なランチは1350円、スモークサーモンのキッシュやタルトもとっても美味しそう。ここはスイーツが大人気、見てください、この芸術的なパフェ、こちらは2500円、秋はマロンとほうじ茶のモンブランパフェ、人気なのは週末限定のケーキ食べ放題、オーダーブッフェ4000円です。私が行った時は2週間先まで予約が埋まっていました。週末限定のオーダーブッフェのケーキはこちら、ケーキの一つ一つが芸術品みたいに綺麗、白砂糖も控えめなので罪悪感なく食べられるかな。オーダーブッフェなので丁寧な食べ放題です。食べ放題をするにしても食材と素材にこだわったものを少量ずついただきたいですよね。
もちろん食べ放題でなくとも、デザートはどれも美しく、アフタヌーンティーも楽しめますよ。続いて4階のガーデンハウスさん。オーガニック野菜たっぷりのナチュラルフュージョン料理。せっかく外食するならヘルシーに野菜も摂取。本日のプレートは彩り野菜とケージャンチキンのダッチパンケーキが2200円。コールドプレスジュースがメニューにあったりと、体にいいお料理がずらり。ランチはここは予約した方がベターかな。平日は空いていたら入れますよ。続いてニューマンの6階へ。エレベーターの乗り換えが必要です。若干迷いそうになりますが、この矢印に沿っていけば大丈夫。新宿とは思えないちょっと素敵な場所を通るのでご紹介いたしますね。エレベーターで6階へ向かいましょう。6階に到着すると、広々とした空間が広がっています。新宿なのに空が見渡せて開放感バッチリ。ふかふかのベンチもあって、待ち合わせや休憩に実はぴったりの穴場。天気がいいと外に出ることもできます。では早速外に出てみましょう。じゃーん。こちらがニューマンのガーデンテラス。目の前に高島やタイムズスクエアが見えます。実は通路を挟んで、こことタイムズスクエアは渋谷区という住所表記になります。ニューマンが新宿4丁目という表記なので、びっくりするかもしれませんが、つながっていますので安心してくださいね。屋外ベンチでくつろいだ後、ローズマリーズ東京さんへ。肌感ですが、新宿で今一番人気かもしれないイタリアンです。予約しないと平日でもまず入れないです。ただし13時からの会や、やや遅めの時間に伺うと入れることもありますので、諦めずに行ってみてくださいね。外はグリーンのガーデンで景観がいいですよ。ランチコースは前菜4種、パスタ、デザート、コーヒー付きで2000円です。その他のニューマンの待ち合わせに使えるお店や話題になるお店もお知らせしておきますね。メインエントランスが2階にあるので、間隔で地下1階にあるお店は実は1階表記。ここにル・カフェ・ドゥ・ジョエル・ロブションさんがあります。お隣はジョエル・ロブションさんのベーカリー。お土産も買って帰れて便利。秋の季節限定ケーキは880円、ドリンクセットはプラス400円です。温かいスープは600円です。その対面にあるのがザ・抹茶東京さん。こちらは会話のきっかけになるお店かな。目の前で抹茶を立てるのが見られるパフォーマンス。一つ一つ茶筅で丁寧に入れてくださるのが見えます。フレッシュな抹�茶が1杯700円。ただしカウンターが5席程度しかないので、長いは不向きです。本格派の美味しい抹茶を飲んでみたい方に。続いて2階から一旦外に出まして、お隣の高島屋さんへ。ニューマンさんと高島屋さんは隣同士なので行き来しやすいんですよ。新しいのでバリアフリーの対応、ベビーカーやお年を召された方も歩きやすいエリアです。客層もおしゃれなムッシュやマダムが多く、華やいだ雰囲気。12階から14階がレストランフロアになっています。今半さんや新宿中村屋さん、焼肉トラジさん、天ぷら綱八さん、以前もご紹介したブレッツカフェクレープリーさん、ニャーベトナムさん、ディンタイホンさん、サイアムセラドンさんなどが入っています。ただデパートのレストランフロアはどこもランチ時には混むもの。今回私が穴場情報としてご紹介するのは、混んでいる新宿で行列に並ばず入れるお店をご紹介したいと思います。決して人気がないというわけではなくて、実は根強いファンがいる大人気のお店。まずは3階のカフェビチェリンさん。日本にも支店はありますが、
イタリア・トリノ最古の老舗カフェビチェリンさんの日本店です。なんとファッションフロアの奥の奥という立地。そこにいきなり重厚で雰囲気のいい大人の喫茶室が現れるんです。シャンデリアからしてゴージャス。創業1763年という歴史。店名のチョコドリンクビチェリンはヘミングウェイが世界で残すべき100の一つと称したそう。プッチーニやニーチェも愛した店と言いますから、歴史の壮大さが違います。そして4階にあるのがお菓子研究家今田美奈子先生のカフェサロンドテミュセ今田美奈子。女子同士アフタヌーンティーをするならここ。広々として雰囲気もいいですよ。アフタヌーンティーセット王様のおやつは3080円、マリー・アントワネット妃のお菓子たちは4070円、普通のケーキセットも1760円でいただけます。お洋服売り場の奥の奥にこんな素敵なカフェたちがあるなんて。新宿なのに喧騒を忘れられるひととき、よかったら落ち着いてくつろげる場所としてお役立てくださいね。さてニューマンさんと高島屋さんのお店を紹介いたしましたので、そのままルミネ2の有名店をご紹介いたします。ルミネさんは駅直結なので分かりやすいですよね。目の前に見えているので横断歩道を渡ってもいいですが、下に降りて信号を待たずに南口に戻ることもできます。こちらが1階、先ほどご紹介したル・カフェ・ル・ジョエル・ロブションさんですね。そのまままっすぐ進みますと、こちらが東南口。東南口ってこのことかと覚えておくと役立つかも。このままエスカレーターを上り駅へと向かいます。エスカレーターから見たニューマンはこの方角。ニューマンは新南口か甲州街道口です。さてルミネ2へ。ルミネ2の2階にあるのがサラベスさん。ニューヨークの朝食の女王と呼ばれていますよね。エッグベネディクトやパンケーキ、フレンチトーストなどの朝食コースが3500円、パンケーキは1850円、今の時期かぼちゃときのこのポットパイは2200円です。店内ではお土産も販売されていますので、一回行ってみたいなという方はこちらへ。ルミネさんはルミネ0、1、2、エストとあるので迷いやすいのでご注意くださいね。2の1階にはラデュレさんもありますので、サラベスさんで朝食を食べた後ラデュレさんでマカロンを買って帰ることもできますよ。では続いてピンクの枠内西口エリアへ。住所表記は西新宿になります。京王デパートさんの方に出てください。京王デパートさんの目の前から見た西口の風景はこんな感じ。モード学園さんの特徴的なビルや郵便局があるのが特徴です。京王デパートさんに沿って歩き、リムジン乗り場の目の前の信号を対面に渡ります。対面には先ほどの郵便局とヨドバシカメラさんがあります。このエリアは働く人も多く召し上がる場所。そのため一人でさっと食べられるお店やリーズナブルなお店も多いエリアです。中でもひときわ行列なのがステーキの老舗ルモンドさん。今も1500円でサーロインステーキの定食が召し上がれます。駅のテナントのステーキ屋さんはこのお値段では召し上がれませんよね。私が行った時は外に4名、中に3名ぐらい、合計7名ぐらい待っていましたが、回転が早いのと一人客ばかりですので10分少々で入れる感じかな。多くのチェーン店もありますので、全体の雰囲気と店舗の参考になさってくださいね。さて郵便局周辺のプラザ通りから眺めた新宿駅西口はこんな感じ。モード学園の隣を通ってこのままビッグカメラさん兼小田急ハルクさんのビルへと向かいます。向かう途中の L タワーさんに入っている店舗はこのようになっています。こちらも参考になさってみてくださいね。
ではビッグカメラ兼小田急ハルクさんの1階へ。創業75年、どら焼きの時屋さん。ドラえもんのどら焼きの元と言われている甘味どころさんです。1つ210円、ドラえもんのどら焼き食べたんだよというのは思い出になりますよね。あんみつも美味しいですが、ランチは1000円以下で定食も召し上がれます。お隣は茶道具の清少園さん。そのお隣が創業110年の天ぷらの名店、天かねさん。ランチは4950円、夜は2万円弱する高級店の天ぷら。撮影した日は定休日の水曜日、ご注意なさってくださいね。ちなみに海外の方、両替したい方に穴場情報を。西口には多くの金券ショップが軒を連ねています。これは私の個人的な肌感ですけれども、レートがいいと評判なのはこちらのインターバンクさん。予約すれば高額な両替も可能。アクセスチケットさんは多くの支店がありますが、こちらもお得だと評判を伺います。あくまで評判ですので、実際にいらっしゃる際は周辺と比較して手数料なども考えて、ご自身の責任の中で両替くださいね。では旧青梅街道からトンネルを突っ切って東口エリアと抜けます。はい、こちらが東口です。こちらがアルタビルの大画面です。駅からいらっしゃる方、東口はこちら、アルタビルは東口を出て目の前に位置します。東口の住所表記は新宿3丁目。新宿3丁目駅までも徒歩5分程度の距離です。その間に名店がいっぱい。イメージとしては、住所表記の番地が大から小になるにつれ駅から遠くなるイメージ。小道に入ったところに急遽老舗や行列のできる名店が現れます。アルタの裏にあるこちら、創業約60年の洋食の老舗、明石屋さん。白いロールキャベツシチューは1030円、クリームコロッケとロールキャベツシチューのセットは1430円です。激辛のカレーライスや豚ミンチカツとロールキャベツシチューのセットもあります。外観もレトロな雰囲気ですよ。この通りには創業79年のうなぎの小林さんもあって、場所柄芸能人の大御所さんも多く通うそうです。ランチのうな丼は2300円です。一旦大通りに戻りまして、大通り沿いで分かりやすいお店、名前の通り新宿中村屋ビルへ。 A6 出口直結中村屋ビルは多くのテナントが入っていて、予算に合わせて使える便利どころ。創業約120年、中村式純インドカリーは昭和2年発売。恋と革命の味1800円。なぜ恋と革命の味というかは、インド独立の坊主氏の亡命中、支えたのが中村夫妻のお嬢様、後に結婚されたからです。8階のグランナはカリーの入ったランチセットが3300円でいただけます。タイ料理がお好きでしたら7階のランブータンさんへ。こちらはビュッフェが平日2200円、休日2700円でいただけます。店内はとても広々としていて雰囲気がいいですよ。入り口の左がビュッフェ、右が単品のパッタイが召し上がれます。もちもちの自家製麺で作ったパッタイランチが1000円から、安くて広々、おしゃれなランチがいただけます。夜は台湾料理のお店にもなりますよ。空腹具合やその日の気分によって選べるのも楽しいですね。そして伊勢丹さんへとやってまいりました。きらびやかなエントランスから入ることといたします。伊勢丹さんは7階がレストランフロアになっています。目に鮮やかな赤色が飛び込んできます。ラ・ターブル・エディアールさん。パリ・マドレーヌ広場では150年の歴史を持つ高級食料品店です。マドレーヌ広場ではフォションさんも人気ですよね。食材のお店が作るおしゃれなコースは3600円、ワンプレートも1980円です。赤い缶の紅茶やジャムの瓶をお土産に買って帰るのもいいですね。
隣は手作りの洋食西欧亭さん。しっかり時間をかけて作り上げたドミグラスソースのビーフシチューは3,520円、ハンバーグは2,090円、ピンクのテーブルクロスが可愛いですね。そして本館の3階、レストランフロアでもなく洋品店の奥の奥にあるのに大行列の有名店がこちら、ビストロカフェレディース&ジェントルメン。フードプロデュースはシェフ木下氏、ケーキプロデュースは貞治青木氏です。おしゃれな空間に話題性もバッチリ。熟成肉とトリュフの塩ハンバーグは2,530円、ローストビーフ丼トリュフバターは1,850円、6種のケーキプレートは1,870円です。そして一気に地下2階まで参りますと、今一番予約が取りづらいアフタヌーンティーのお店の一つ、畑カフェさん。旬の食材を使ったセイボリーも充実しています。季節のスパークリングと13種類のドリンクも飲み放題で3,600円。口コミアワード受賞なのもうなずけます。健康と美をテーマに生産者さんの絆が見えるスペシャルランチは1,890円です。そして伊勢丹さんの周辺には個人オーナーさんの老舗の名店もずらり。蓮向かいにあるカフェアリアさんはフレンチトーストの名店。銅板で焼くとろけるフレンチトースト、サイフォン式で丁寧に入れてくださるコーヒーのランチセットは1080円です。フレンチトーストがまだまだ無名な頃からの先駆けです。そして三丁目駅直結、ランチタイムが16時までと遅くなった時のランチにも便利なのがビストロフレンチクレッソニエールさん。お隣にはウェンディーズさんもあってかなり庶民的な雑居ビルに入っています。日替わりのワンプレートビジネスランチは1350円でスープ、パン、コーヒー付きでお得。では最後に丸井さん側を通って新宿駅東口に戻りながら駅近の老舗をご紹介いたします。イタリアンのル・ブランさん、創業約50年、銀座店もありますよね。名物の魚介ドリアは1,250円、ランチセットはスープ、サラダ、ドリンク付きで1600円です。天ぷら船橋屋さんは創業137年、添加物不使用、ごま油で揚げた天ぷらが特徴。ランチ宝は1630円です。そのそばにあるのが創業99年の天ぷら綱八さん。店舗多数ですがここが総本店。こちらもごま油で揚げており、昼の特別膳は1870円です。天ぷら屋さんを巡りをして比較してみるのも楽しいかもしれませんね。そばには香港で人気のミーシェンを使ったスパイスヌードルのレストラン、タムジャイサムゴーさんもあります。今ご紹介した4店舗はすべてこの通りにあります。そして船橋屋さんから見る新宿駅東口はこちらです。すぐそばですよね。皆様、今回もお楽しみいただけましたでしょうか。このチャンネルでは見どころや食材をより楽しめるように解説を加えたり、行く前に聞き流すだけで分かるような説明を心がけています。他にも多くの食べ歩き動画を作成しています。よかったらそちらもご覧ください。また来てくださいね。